ビギンのボーカル A 賞22が、勧めてくれた花花食堂でくんちゃま丼。へえ。だって名前聞いたことないもん。くんちゃまってなんだろうっていう。油じゃない、お肉のところ全部やるから。ズバ抜けゴリ石垣。こちらがですね、はい、ビギンのボーカル A 賞22が、勧めてくれた A 賞22の同級生がやっている花花食堂でございます。同級生の方が、はい、ビギンのコンサートがあったりだとか、はい、した後の打ち上げでもよく使わせてあげたりするそうです。先ほどちょっとマスターとおしゃべりしたんですけど、森さんは初めまして。初めましてです。おまだ中入ってないんですよね。入ってない。中入ったらむっちゃ食欲そそられます。やばいやばい。そう、なんかすごい地元で人気らしいよ。美味しくて量も多いんだって。本当っすか。そう、別名電話食堂。なにそれ、怒られるで。電話食堂行こうぜ。入ろうぜ。電話が中に入ったら、はい、食欲そそるという意味が背景を見て分かりました。これは食欲そそる。これやばくないですか。てかさ、量多いって言ってたじゃん、はい、A 賞22が。この肉の大きさすごくない？すごっ。で、この定食の名前、はい、キャッチャーミットです。めっちゃでかい。キャッチャーミットでございます。あー、いいですね。それで850円だよ。安っ。この大きさで1位あ ありますよね。じゃあ当てたいな。悩んでる。決まりましたか？俺決まりました。決まった。はい。三崎牛のハンバーグカツカレーとか、うまそうじゃない。うまそう。これやばいな。唐揚げチャーハンそばのこの唐揚げのとんがり具合、はい、すごいです。もうはみ出てる、はい、カツカレーそばって多分書きたかったと思うんだけど、カシ、はい、カレーそばだね。カシカレーだね、これ。俺これじゃないかなと思う。くんちゃま丼。へえ。だって名前聞いたことないもん。くんちゃまってなんだろうっていう。くんちゃまっていう言葉がね、他にもどっかであったんだよ。だなんかくんちゃまを推してんじゃないのかなみたいな。僕はもうチャーハンそば。おお、どれ？セットってこと。ああ、なるほどね。あ、チャーハンとそばね。800円だって。はい。いけ、座ってもらっていいですか。くんちゃまだと思う、はい、どれだけやっぱ僕が食に厳しいかっていうのは本当に。はい、確かに。もう本当にね、レーダーがあるもんな。分かってないですね、やっぱこういうところの人気っても決まってるんですよ。食いしん坊レーダーはどこなの。まず食いしん坊レーダーはこういう店に来ると店の名前が入ったものを頼むんですよ。あ、花花食堂だから花花定食とか。はい、もうそこも。てかさ、花花チャーハン、はい、絶対あれ。でも食いしん坊の割には結構こうね、ボリュームが大盛りにするよ。あとゴエさんが冒頭で言われたように、うん、地元の人が愛されてるんですよね。ってことはその派手なんより、うん、ベタな方が人気出ると思うんですよ。なるほどな。もうカレーとかチャーハンとか生姜焼き定食とか。で僕は予想しました。はい、さあ名前が入ってる花花チャーハンってことで僕はマスターお願いします。ここの人気ナンバーワンメニュー3人で予想しました、はい。私、くんちゃま丼、はい、で彼は花花チャーハン、はい、で彼はチャーハンそば、そば定食、そば定食、うん、そば定食、あれだ、1100円の上の、あ、これすごいわ、やばい、これ電話丼だ。すごい量。1100円でそばとチャーハンついて、とんかつも卵焼きも、これはすごい。あれが1位ということで全員ブーです。 A 賞22が好きなのは何ですか。 A 賞22がちゃんぽんだったから。おお、ここのだったと思う。チャーハンそばの話かな。チャーハンそば、いやいや、一旦とりあえず、うん、チャーハンそばは頼みましょう。 OK と、あれ、くんちゃま丼食べてます、うん、あともう一個なんか頼みましょう。で、そしたら A 賞22の好きなちゃんぽん。ああ、確かに。こっち、サビラいただきます。好き。味濃い。濃いめ濃いめ。うわー、もう学生好きな味。ガッツンと濃い焼き飯。中のお肉もたっぷり入ってる。かまぼこも入ってる。お前の、うわ、最高。結構胡椒強めに効いてる。ええー。
しかも熱々、中に熱がこもってる。味濃いから、これで本当に白米いけるぐらい濃い。お好み焼きライスみたいな感覚かも。うん、すごい麺つるつる。ああ優しいだし。邪魔丼です。でかこれ、これでかでか。これ何のお肉ですか。うまそう。まずは肉と、そうっすね、ライスの味からいこうか、はい、あ、首の肉だって、豚の。うわ、首の肉が一番おいしいやん。うまそう。おいしいっすか。おいしいっすか。まだ食べてないでさ。俺ここの店の1位だと思う。これだ、これの方が。こいちさ、うわ、お肉柔らか、柔らかい、一瞬でなくなった。うまい、うまい、この肉。もちもちもちだって。脂じゃない、お肉のところも全部やるから。うわ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 、もうここやばい、ここやばい、ここやばい、ここやばい。ズバ抜け。どんだけフル、しかもフルなんか言い方。これは A 商人がよく頼まれるという、はい、ちゃんぽんだ、野菜たっぷり、はい、ビギンのボーカルの方がいつも頼むやつ。うわ、うまそう、これ。いただきます。うん、これだししみしみ。もう野菜炒めのだしがびっちょびちょになる。びっちょびちょにしみてる。うわ、米も美味しい。びっちょびちょにしみてる、これ。なんなんそれか。何の天丼なん。野菜もシャキシャキだけど、はい、強火で炒めてるのか、はい、ちょっと香ばしさがある、これ。ちょこちょこ焦げてる感じの。ご飯はどうする。ちょびちょ。だしで。で、そこに豚肉とあとスパムも入れてるから、肉も2種類楽しめるし、味を。A商人が好きなのも分かる。ここまでご飯にだし汁が染みてるのはありがたい。うわ、ご飯だけどめっちゃうまい。行って。え？行って。はい、帰ります。いいよ、行って。ちゃんと肉しっかりのっけてる、肉。こうですね。うん、うん、まっ。声ちっちゃ。人間本当に美味しい時って声がちっちゃくなるのね。うまっ。味うまい。それそうだ。そのタレの柔らかいけど味まずだったらもう店としてやっちゃダメだよ。しかも肉めっちゃ柔らかいわ。これな。うん。この2杯ぐらいいけますね。お前は本当にいける。うわ、すごい、フードファイターの食べ方。ね、飲んでるやつ。うまっ。くんちゃま丼いいよな。くんちゃま丼うまっ。僕じゃあチャーハン。そう、あのチャーハン気にしてたもんね、はい、いただきます。濃い。うまいな。味しっかりしてるよな、うん、じゃあ肉めっちゃうまい。ああ、うまっ。うまい。あ、でも濃いっすね。チャーハン兄弟だ。チャーハン兄弟。これ部活帰り最高。そう。これ、ふみたん、これ言ってほしい、僕も。言ってほしい、うん。いただきます。うまい。珍しい、ちょっと大きい声出た。うまい。なかなか大きい声が出ない、ふみたくんから。うまいっす、これ。ビッグボイス。え、柔らか。肉が柔らかいよね。はい。味付けいいよね。え、言ってるの分かるの。分かる。味うまない。味うまい、うん、味がうまいのは当たり前じゃない。そあとはもうだからお店やってんだから。その味がうまい。味が君ほんまにありがとう。ありがとう。そう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 。卵の君ありがとう。ちゃんぽんも食べてもらっていい。いいんすか。うん、ちゃんぽんもうまい。すごい、スコップみたいな。そう、実際スコップだからこれ。あ、スコップなんすかこれ。はい、そうです、スコップです。これで土も掘りますし、はい、あ、そうなの。ちゃんぽんも食べます。深く掘ってください。、はい、うわ、好き。わかる。俺の言ってる意味わかる。だししみしみ。そう、いただきます。ああ、
しみしみ。何やそれ。うん、べっちょべちょこれ。うん、美味しいな。美味しいっすね。しみしみなんだよ。こそっとくんちゃん入ってる。バレないと思って、しかも上の部分だけ食ってた、こいつ悪いやつ。カッチサビタン。僕は1位決まりました。僕も決まりました。僕も決まりました。これちゃんぽんで、これが、チャーハンそばです。はい、みんなが思う1位はせーのやっぱそうだよな。はい、うまい。で、くんちゃま丼は豚さんの首のお肉だから量が少ない。だから今は開店前だから食べれたけれども、すぐなくなるそうなので、もし石垣島に旅行でこちらの花肌食堂でくんちゃま丼を食べたいんだったら、もう朝一です。本当に美味しい。めっちゃ美味しい、ね、味が美味しい。味付けも美味しいし、肉超柔らかい。これは大満足です。ちょっとでも手びちっぽいというか、そうそう、手びちみたいな柔らかさもあるけど、ちゃんと肉肉しいところも残ってるんだけど、あるある、その肉肉しいところがまた柔らかい、うん、それが不思議。ということで大満足でございました。ビギンの A 賞2に勧めてくれてありがとうございます。ステッカーなんですけど、入り口に貼っていいですか。はい、どこでも貼っていいですか。ありがとうございます。ドアつかむからここら辺かなと思って、うん、これいいですか。はい、貼って。じゃじゃん。より沖縄ステッカー石垣に参上一発目、石垣一枚目。改めてこちら花々食堂さんに来た時は、こちらのゴリ沖縄ステッカーを写メしてもらっても嬉しいです。こっちとしては何回も言いますけど、くんちゃま丼めっちゃうまいです。最後あのお母さんもなんかもう本当になくなるからって言ってました。何時ぐらいにはもうなくなっちゃいます、くんちゃま丼。もう毎日はちょっと出せはしないけど、でも1日 2,3 食限定ぐらい。危な1日 2,3 食だって。新たな情報です。くんちゃま丼早めに来てもない時もありますで、あったとしても1日 2,3 食だそうです。その貴重な1食をいただきました。ということで電話して聞くのもありなんですけど、ね、はいはい、大丈夫です。はい、それもありです。ただ電話してありますよって言って移動中に注文されてる可能性もありますので、はい、ということでよろしくお願いします。アジア